NHKBS1、NHKBS1、NHKBS1 NH は2011年、平成23年4月から日本放送協会、NHK が放送している衛星機関放送の一種別のテレビジョン放送で国内放送でもある。その名が示す通り、1989年、平成元年6月から2011年3月まで放送されていた。 NHK 衛星第一テレビジョン、NHK 衛星第一テレビジョン、デジタル放送の受信機表示アイコン、n h k 一の後ろ身に当たるチャンネルである。本校では、その NHK 衛星第一テレビジョンについても合わせて記述する。いずれの略称も b s ワンで区別する場合は、NHK 衛星第一テレビジョンが q b s ワンと n h k b s ワンが 新 b s シン s 等と呼ばれる。リモコンキー ID はその名の通り一貫して、1、1984年、昭和59年5月12日、日本初となる人工衛星、放送衛星を利用して受信可能なテレビジョン局として放送を開始。専用の放送衛星を打ち上げてテレビ放送をする当時は世界でも極めて珍しいチャンネルであった。 NHK の BS チャンネルは当初から2チャンネル体制での放送体制を計画しており当初は山間部や離島地域など南市町地域への対策として地上波 QBS1 は総合 NHK 衛星第2テレビジョン BS2 は教育 E テレの同時または自差放送を中心軸として編成することを想定していたしかし 事実上初代となる実用放送衛星、ユリ二号 A が打ち上げ直後に中継機とその予備各一台が故障するトラブルが発生。放送開始後しばらくは1チャンネル分での放送を余儀なくされた。その後、1986年、昭和61年2月12日に予備衛星のユリ二号 B が打ち上げられ、本来の2チャンネル体制での放送が可能となった。ところが、 1987年、昭和62年7月4日、放送分から地上波の同時中継は BS2 が担うようになり、QBS1 は後日のような独自の番組編成を行うようになる。これに伴い、当時の NHK と民放の全チャンネルを通して、史上初となる24時間放送を開始。地上波自差編成は BS2 に集約され、 BS2 開局前以来1年半ぶりの総合、教育混合編成再開となった。2000年、平成12年12月1日に、BS デジタル放送が開始され、デジタル化が完了するまでの経過措置として、デジタル101チャンネルで、QBS1 と同一内容の放送が実施された。このデジタル放送は、2代目 BS1 もしくは、2代目、 衛星第一と呼ばれることもある。2011年、平成23年の衛星放送の完全デジタル化に向けて、NHK 衛星放送のテレビチャンネルは、ハイビジョン2チャンネルに集約されることになった。総務省における手続きを経て、2010年、平成22年12月9日、その概要が発表された。2チャンネルのうち1チャンネル、デジタル101チャンネルを、 QBS1 とほぼ同様のニュース、国際情報とスポーツ中継を軸とした編成にあて、BS1 のチャンネル通称も引き続き使用されることになった。NHK によると、新、BS1 は、日本の衛星放送のパイオニア、日本初の実用衛星放送局であることを自覚し、衛星放送のナンバー1を目指すという願いも、込められている。キャッチコピーは、知りたい今が、 ある。ロゴマークは BS1 の位置をモチーフにしており、BS プレミアムと同じくハッピーハッピーのコータに初めが制作した。2011年3月31日の終了と、共に QBS1BS2 武士の衛星3チャンネルは、その歴史に幕を閉じ、デジタル放送は、スロット数変更作業を行うため放送休止、翌4月1日午前6時、日本時間から、 デジタル101チャンネルは、新生、BS1 として、放送を開始した。もう一つのハイビジョンチャンネル、BS プレミアムは、デジタル103チャンネルで放送を開始した。デジタル102チャンネルは、新 BS1 の臨時チャンネルとなった。QBS1 のアナログ放送については、引き続き新 BS1 のサイマル放送を実施し、同年七月十四日の正午、日本時間をもって、 放送終了、その後は、アナログ放送が終わったことを示す告知のみ放送した。なお、チャンネル再編の1週間ほど前から BS、全チャンネルに限らず、地上波の総合テレビ、教育テレビでも BS 新チャンネル切り替えの、案内スポットを随時放送していた、アナログ放送のみ流れる201年7月24日の BS、BS1BS プレミアムの、 アナログ放送終了告知も同じ映像フォーマットとナレーションが使われた。また、NHK ワールドプレミアムでも、東日本大震災の特設ニュース、関連番組の合間に流れる、総合テレビ同時放送の番組案内スポット放送時に、そのまま放送されていた。同年10月17日より、102チャンネルは、臨時チャンネルから、サブチャンネルに変更された。 申請、BS1 放送開始後のキャッチコピーは、知りたい今がある。BS で会いましょう。が使用されたが、2016年10月改編時点では、設定されていない。日本国内外のニュース、BS ニュースセンターの独自制作。ただし、総合テレビの特設ニュースについては、QBS1 でも、同時放送を行うことがあったが、新 BS1 では自信。 津波などの全般性放送の時ニュースを除いて原則として行われないスポーツ中継とドキュメンタリー、情報番組、いずれも国際情勢、ワールドニュースやスポーツに関する内容に特化した編成になっている。2004年平成16年11月以降24時間ニュース専門チャンネルを目指す観点から深夜、早朝を含めた毎時間、 NHKBS ニュースを定時放送している。この NHKBS ニュースは海外向けの NHK ワールドプレミアムでも放送されているため、総合テレビ同時放送の NHK ニュースと合わせて世界中で24時間、日本国内向け放送のニュース番組がリアルタイムでの視聴が可能になっているメリットもある。なお、NHKBS ニュースについては2017年度から深夜、 早朝の放送は行っていない。しかしこの構想を発案、推進した当時の NHK 会長である海老沢勝次が NHK を離れてからは進展が一切見られず、スポーツ関係の番組が増え続けるなど、同構想と明らかに矛盾する編成が顕著になっていく。さらに NHK の衛星放送チャンネルが3から2に削減されたこともあり。 この構想は事実上頓挫された形となった。逸は期間中やゴールデンウィーク、お盆、年末年始には特別編成が組み込まれることがあり、通常スタジオ編成で送られるキャッチ。世界の視点など一部はスタジオ進行がない日もある。1987年、昭和62年7月4日に独自編成になってから、 NHKBS ニュースなどの一部例外を除き、エンディングの終わり、制作著作、NHK の表記は、ほとんど見られなくなり、番組名を画面かぶみ隅に出す程度、アイキャッチとほぼ同等になった。月曜引く金曜の場合、QBS1 では、2000年、平成12年12月1日から2011年、平成23年3月31日まで、 デジタルアナログともに同一内容の放送を実施していた。デジタル放送は開局当初から、アナログ放送は2007年、平成19年11月1日から、NHK は電波法に基づく免許を持たず、放送法に基づく認定、委託放送事業者を受けて放送を行っていた。2011年、平成23年4月1日から同年7月24日まで、 アナログ QBS1 のチャンネルで新 BS1 のサイマル放送を実施していた。新 BS1 も同様に電波法に基づく免許を持たず、放送法に基づく認定、当初は委託放送事業者、2011年6月30日に衛生機関放送事業者にみなされる、を受けて放送を行う。新 BS1 デジタル101チャンネル以下。 101CH では全番組がハイビジョン 16Q の画面で放送、ニュース番組のすべてと一部のスポーツ中継、ドキュメンタリーなどされているデジタル QS1 は標準画質で放送されていた。デジタル102チャンネル以下 102CH は新 BS1 のサブチャンネルでマルチ編成時に標準画質で放送されている。形式はかつてのデジタル衛星ハイビジョンと 同様、101CH は、ハイビジョン画質のまま、ただし、伝送スロットは、若干下がるで、通常放送を行い 102CH は、標準画質で行う形となる。音声については、5.1サラウンド放送やに、過酷後放送、解説放送のステレオ放送も可能である。2006FIFA ワールドカップ、デジタル放送は全試合ハイビジョン同様16、9の画面で、 放送では、QBS1 デジタル放送開始以来初めて5.1サラウンド放送が行われたデジタル衛星ハイビジョン同時放送のみ。QBS1 で5.1サラウンド放送が行われたのはこの他に2010年、平成22年のバンクーバーオリンピック開会式と 2010FIFA フフワールドカップのみ。新 BS1 になってから初めて5.1。 サラウンド放送を行ったのは2011年8月27日の NHK プロ野球。ただし、当初放送予定の総合テレビで特設ニュースが組まれたことによる代替放送である。QBS1 のデジタルでデータ放送で見ることができたのは気象情報のみだったが、新 BS1 になってからは総合テレビデジタル衛星ハイビジョン。 ブスとほぼ同じ内容のデータ放送を見ることが切る。QBS1 はデジタルアナログともに字幕放送が行われていなかったが、NHK の国内のデジタルテレビジョン放送では唯一、アナログテレビ放送では2007年、平成19年9月30日で終了した BS アログハイビジョンも当てはまる、新 BS1 では字幕放送が行われている。 アナログ放送でも実施されていた。定時番組では、クールジャパンと BS 世界のドキュメンタリーの2番組で実施会。その他にも数本程度短時間の気候のを中心に随時実施し、総合テレビで国会中継や特設ニュースが組まれる関係で、代替放送される大相撲中継やプロ野球中継などにおけるリアルタイム字幕っぱなしも実施される。 平均放送時間は数十時間ある他の NHK テレビ放送派より最も少ない4時間程度である。102CH は定時番組放送のため 101CH で放送していたスポーツ中継を延長するとき注目度の高いスポーツ中継が2番組で重なったときスポーツ中継のため東京マーケット情報などを別のチャンネルに移して 放送する時などに限られるが、定期的なサブチャンネルを使った放送では2011年、平成23年11月以降、大相撲中継を総合テレビの開始時刻、通常は15時台までだが、国会中継、特設ニュースがある場合など総合テレビの編成状況次第では、最大17時台まで、延長の場合ありまで放送される。マルチ編成時、102CH は16。 旧サイズの標準画質となるが、101CH はハイビジョン画質のままで放送される。これは以前のデジタル衛星ハイビジョンのマルチ編成と同様の体制となっている。また、マルチ編成時、画面左側にチャンネル切り替えのアイコンが表示される。この場合、それぞれのチャンネルでの現在の放送番組が縦書きで表示される 101CH の場合は、 赤ボタンで 102CH へ。102CH の場合は、青ボタンで 101CH への選曲が可能となる。緑ボタンでアイコン表示を消去できるが、消去しても色ボタンの選曲は可能である。マルチ編成開始時間に近づいた時には、放送時間変更、休止の案内で使用される字幕スーパーで、サブチャンネルで放送される番組や選曲方法などの案内が表示される。 特に、チャンネル番号など重要な箇所には、黄色自体で表記され、リモコンの色ボタンで選曲する場合も色ボタンと、同色の字体が表記される。マルチ編成の運用は、以前のデジタル衛星ハイビジョンの時に比べ、頻繁に行うようになった。また、マルチ編成を実施している場合、101CH では 102CH で放送されている番組について、画面上でも、 字幕案内表示をし、102CH を見る場合には、リモコンの2チャンネルを押してください。テンキーで102と入力してもご覧いただけますという、字幕が放送される、かつて 102CH が、リモコンキー ID2QBS2 のヤンネルだったため、NHKBS 再編後もリモコンボタンの設定を変更しなければ、リモコンの2で 102CH を選曲できる。ただし、 機種によっては2が空き、未登録となっているものもある。ただし、当初からマルチ編成によるスポーツ中継が予定されながら、その試合、大会が天載その他のために中止となり、放送ができない場合、マルチ編成を取りやめる場合もある。2006年11月20日の5時以降、BS デジタル放送では、標準画質であるもののハイビジョン制作の番組は、 画面アスペクト比16、9のサイズで放送されるようになった。ただしごくわずかだが、4、3で放送する番組も存在する。例として海外から送られる一部のスポーツ中継、X ゲーム、ABC ニュースシャワー、NHK ワールド制作の、ニパンウとアバウト、その他ごく一部のミニ番組。新 BS1 以降後は、QBS1 で実施されていた画面アスペクト比4。 3情報の負荷は行われず、サイドパネルをつけて放送されている。ごく初期に NHK 衛星放送局宛てに受信報告書を郵送した場合、放送衛星をデザインにあしらったベリカードが発行されたが、現在はオリジナルのベリカードは発行されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。